時刻は12時1分になりました。トークランチョンビート、本日のお相手は私ナラレント。こんにちは、セバスチャンです。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけで時刻ちょっと12時2分になっちゃったんですが、今日のね、今日のっていうか今日はもうクリスマスも終わって、みんななんだサンタさんが来たりとか、美味しいもの食べたりとか、だいたい揚げ物とか生クリームとかそういったものを食べてきたんじゃないかなというふうに思いますけれども、クリスマス皆さんいかがお過ごしでしょうか。お過ごしでしたでしょうか。局長はどんな風に過ごしてた。いや何もしてないです。何もしてない、はい、昨日イベントがあったんだよね、 FM 中でね。あ、はいはい、ね、僕はちょっと家族と過ごしてたんで行けなかったんだけれども、すごいクリスマスの日に FM 中イベントやってるってすごいいいなとかってね思いながらも、あとおのおのみんなツイッターとか見ると結構ケーキを自分で作る人が多かったりとか。あ、なんかそうですね、はい、金がないのかなみんな。いや社長みたいになんか作ってみたくなっちゃう。いや 僕は金がないから作ってるんですけどね、みんなどうやってなんで作ってるのかなとかね思いながら、でも楽しそうでしたね。いろんなそのケーキを作ってて、なんかデコレーションとかやってて、お店のケーキとかをこうやって見ると、自分でケーキ作るときにお店のケーキ見ると、お店のケーキってクオリティ高すぎるじゃん、だから真似できないなと思うんだけど、みんなが作ってるやつを見ると、あ、そういう風に素人ながらに工夫してそういう飾り付けすればそれっぽく見えるんだとか、いろんななんかやり方が見えてきて面白かったですね。すごいいいなって思ってて、そして、クリスマスというわけで、クリスマスというか大体冬休みがね、もう先週の金曜からか土曜からか始まっていて、うちの息子ももう冬休みってことで今隣にいるんですけど、どうですか冬休み今。無言なんだよねラジオでね。うちの息子なのにラジオそんな得意じゃないってね。別に息子だけどそんなラジオ関係ないんですけどもね。はい、というわけで、なんだろう、まあそのおのおののクリスマス、おのおののお家での過ごし方、いろんな時間があったと思うんですけれども、FM 那覇はなんだっけ、クリスマスのね贈り物とかも送ってですね、それが十分にみんなに行き渡ったかなとか考える今年のクリスマスだったな。毎年 FM 那覇でこういうことしなかったから、今年はなんかラジオ局でこういうこと やったから、クリスマスの準備してる時とかに、他の家庭ってどんな風に過ごしてるのかなとか、こんなことしてるのかな、あんなことしてるのかなとか、であとクリスマスプレゼントとか贈り物支援物資をくれたみんなが、この出来事を通していろんなこと考えてるのかなとか、なんかそんなことを感慨深く考えるクリスマスだったなと今年は思っています。というわけでね、コメントも読んでいきたいと思います。たけしさん、こんにちは、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。カンパスさん、電撃ネットワークの、南部さんのような、寝癖のまま出社しました。こんにちは。こんにちは。そんなアトムみたいな寝癖レベルじゃないんじゃないのあれ。自転車の店太郎さん、レン君、ジュニア、セバさん、こにゃにゃちわ。こにゃにゃちわ。ジュニアいるのもうすぐ分かったの、僕が言ったからすぐコメントしたのか。長谷川淳さん、明日がラストだっけ。明日が、生放送、ラジオ局としての生放送がそう、明日で終了して、大掃除がいつだっけ。うちその次の日28日が大掃除で、まあ、29、30、31でなんかメンテとかいろんなことやって、で31日の、年越し放送っていうのを一応やる予定です。まあ、毎年やってるあれの例のあれですね。なんで紅白とか、ね、お笑いとかね、バラエティがたくさんやってるのに、コミュニティ1コミュニティ FM のね、ラジオ局がカウントダウンラジオやる意味があるのかっていうことなんだけど、毎年これもね、毎度話してるんですけど、人が孤独を感じるときはどこですかっていうね、人が孤独を感じるときは、家でいるとき、家で一人ぼっちでいるときじゃなくて、スクランブル交差点の雑踏の中ですと。一番それが孤独を感じるときが、雑踏の中にいるとき感じるんだと。そして、クリスマスもそうだけど、お正月、年越しもね、もう世界中が、日本中がこうハッピーニューイヤーを祝う中、もういわゆるその雑踏ですよ、雑踏の中、テレビも、ね、そんなものが別に見たいわけじゃないという人もいればね、ただただ、コミュニティを通してこう年越ししたいなという人もいるだろう。でそういう中にいて初めてこうやり取りとかね、交流とかして一緒に年を越してる感じがあるだろう、それこそコミュニティの働きだろうということで、年越し放送をする予定でございます。はい、
熊五郎バブニャンさん、昨年は放送年越せなかったんじゃなかった、放送年越せなかったってなんだっけ、昨年やんなかったっけ、やった気がするんだけど、ね、毎年やってる気がするんだけど、あ12時から番組が入ってたとか、あだっけ、いや昨年どういうオチで僕辞めたか覚えてるけどあれ去年じゃなかったっけ、うん、だったと思うんだけど、あとはカンパスさん、大掃除もツイキャス流してよ、大掃除をツイキャスで流してもね、掃除がまずはかどらんからさ、意識しちゃうから、ね、上高いところの作業するのに、社長がやるために俺が馬になってるのとか、いやいや、ね、流せないよね、見せられないし怒鳴り声とか上げちゃうからとかっていないよ、そんな流れなんつうか、なんだろうね、まあ何でも配信流せばいいとは思うんだけど、なんだろう、その多分結構しやること多いんだよね、大掃除がね、うん、FM 那覇毎年大掃除するけど、その足りてないんだよね、全然ね、なんとなく終わるしかなくなっちゃって、うん、時間がなくてっていうので、いつもそうだけど結構広いラジオ局ってことを忘れちがちなんだよ、まあ、床の掃除だけでもすごい時間かかるのに、うん、エアコンのやつ取って床掃除して、大塚さんがとりあえずエアコンだけ掃除すればいいんじゃないですかとかって言うから、だいたい3時ぐらいとかに終わったりするけど、うん、僕がいやここもここもここもやるべきでしょっつって、だいたい時間が長くなっちゃいするわけなんで、うん、で結局終わんないんだよね、なんか終わらないよね、うん、なんかまあこれじゃあ年明けてからゆっくりやるかとか言ってね、うん、でそれがねなんか嫌だから集中してやりたいっていうのがねやっぱありますね。あとたけしさん、隣の鳥貴族ついに看板つきましたねなんて、隣の鳥貴族看板ついてるんですよね、おお、見てない、まだ、うん、本当かっこいいよマジでFM 那覇の隣にもうすぐぴったり鳥貴族ってあるから、うん、まるで FM 那覇のスポンサーみたいに見えてくるからね頑張ろうあんなでっかい看板があるみたいなね、うん、あと鳥貴族がこう看板つけるとあれだね、ここら辺もわーって盛り上がっていく感じがあるね、うん、ツイッター界隈 SNS 界隈でもこの看板がついた写真結構パパパって上がってるの見たけれども、やっぱ楽しみだよね、うん、鳥貴族が出来上がるっていうのは、内装工事もしっかり頑張っていてね、ラジオ局がうち隣だからさ、うん、音とか出しちゃうと、ラジオがね放送がちょっと支障が出るっていうことで、うん、その配慮してそうそう配慮してくれて、うん、めっちゃその普通工事とかでこうやってお願いしに行ったらもうめんどくさいじゃんね、うん、嫌な顔をしないで調整してくれてね、うん、すごいありがたいなっていうふうに思います。だから僕らがその、ね、鳥貴族ができたら FM 那覇の交流会とかね、うん、忘年会とかでもガンガン使いたいなって思いますよね。いいお隣さんだなと思ってね、なんか協力したいなっていう気持ちが逆にあるというか、うん、そんな鳥貴族ができるのが来年の2月ぐらいだったっけ、はい、ね、新年会にはちょっと遅いんだけど、まあ、オープンしたらバーって人が集まるんだろうね、うん、楽しみでございますね、うん、ですね、熊五郎バムリアンさん、年越さない放送だったよな、あ、名前が年越さない放送だったっけ、年越せないってなって、でもなんか何かしらで時間がなんかできるみたいな感じだったんじゃなかったっけ、結局年越さない放送って言ったのは覚えがあるでだけどなんかその後の時間がなぜか使えるみたいな感じでちょっとそのまま伸ばすみたいなのがあったような気がしますね。長谷川純さん、ね、年越しジャニーズ格闘技お笑い、朝生とかつまんねえまあそういう人もいるって知ってるよ、だからね、そういうなんかなんつうのかな、こういう文化のこと、まあ、そういうみんながそれ見るからみたいなやつはあるけれども、うん、別に100人いたら100人見る楽しめるわけじゃないじゃないね、うん、だったら視聴率 100% になるじゃんって話だからさ、だからそういうコミュニティの分野でも、出なきゃいけないだろうということでラジオ局もじゃあ出るかっていうね、なんかこの売れてる芸能人とかスピッツっているじゃん、はいはい、バンドのね、うん、チェリーとか、そのスピッツが紅白に出ないんだっていつも、うん、でなんで出ないのって、でこういう風に紅白に出たことないバンドがいくつもあるわけ、うん、なんで出ない、うん、なんで出ない、なんで出ないってみんな言うわけ、うん、で本人たちちゃんと言ってるわけ、なんで出ないか知ってる、あの人たちはスピッツなんで紅白出ないのかって、ライブしてる、違うな、年末年始ぐらい休みたい、休ませろって年末年始ぐらい休ませろって、うん、そりゃそうだって思ったよね、うん、年末年始ぐらいゆっくり過ごしたいよな家でって思って、うん、何でもかんでも盛大にやりやがってって思うよね、うん、年末年始もなんだったら年末年始が一番忙しい人だっているじゃんね、うん、すごいよね、だから長谷川潤さんリハ長いから、だからリハも長いだろうしね、
もう、何何あ、はいはい、カンパチさん毎年紅白見る5分ぐらい見てるのそれ見てるの、うん、ちらって見て気になるやつがいたらちょっと見て、うん、またチャンネル変えたりするんだろうね、うん、だからね、まあ、そんなみんなどんな風に年越すのかっていうのは分からないし、その FM 那覇がこう年越し放送を始めた時にね、例えば視聴者が一人だとしてもね、うん、まあ、僕と局長全力でその一人のために話していきたいし、コミュニケーション取っていきたいし、うん、それでね終わってもうスッとね帰るってね、今年もありがとうございましたっつって、あ、今年もよろしくお願いしますってスッて帰るみたいな、毎年の恒例のことやりたいなというふうに思います。はい、というわけで、皆さん今日のトークテーマ発表してませんでしたね、今日のトークテーマ発表していきたいと思います。今日のトークテーマは2022年ニュースを振り返ろうでお送りしていきたいと思います、はい、2020年のニュースいろいろありました、あんなニュースこんなニュース、許しいニュースから傷つくニュース、悲しいニュース、明るいニュース、いろんなニュースがありましたけれども、皆さんの心に残っているニュース、でもいいですし、コメントを教えてくだ、あ、コメントを、載せてくれたらありがたいです。ツイキャスのコメント欄もしくは FM 那覇のホームページにメールフォームがありますから、ぜひぜひどしどしお寄せください。よろしくお願いします、そしてですね、この番組は、YouTube でもツイキャスでも映像配信してますよ。映像の方もご覧ください。またリスンラジオ、リスラジアプリもございます。リスラジの方もですね、お手持ちのスマホにダウンロードしていただきますと世界中どこからでもお聞きいただけますので、リスラジアプリもぜひともダウンロードしてみてください。今日もトークレンチョンビート始まるよ。那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。楽しいキャンプが防災につながるをテーマに、毎週金曜日朝10時からお届けしている防災情報チャンネル沖縄 B キャンプ、災害や防災、キャンプ、そしてコミュニティにまつわる情報を発信しています。パーソナリティは一般社団法人災害プラットフォーム沖縄の仲間たちでお届けいたします。毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島たけろプロデュース、ニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。こんな夜には、それでは FM 那覇お天気予報のコーナーです。本日のお天気、沖縄本島中南部のお天気は曇りとなっております。風は北の風、波は 2.5 メートルのち2メートル、降水確率は12時から18時まで 10%、 18時から24時まで 10%、 日中の最高気温は19度となっております。朝見たときは曇りのち晴れみたいな感じだったけど、うん、完全に曇りになってしまいましたね。はい、注意報警報ですが、沖縄本島地方では26日夕方まで高波に、27日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。乾燥するとですね、あの火災がね、あの起きた時に火が燃え広がりやすくなってしまうっていうのがあって、あと小さな火でも火事が大きくなってしまうっていうのがありますので、この乾燥したこの季節、今日ですね、あの火の取り扱いには十分注意してください。はい、キャンプとかね、こういう時に焚き火しようとする人がいるんですよね。うん、焚き火なんかできないですからね、この風が、5メートルとかね、9メートルとかってなった時にね、ビュンビュン吹いてる時に、うん、やるとすごい危ないですからね。昨日かな、一昨日かな、昨日一昨日その前、クリスマス前後の時って風めっちゃ強くなかった？強かった。すごい強かったよね。うん、こういう時ってのが、ね、危ないんですよね。で今日はね、乾燥注意報というか、まあ、乾燥した状態というので火の取り扱いに注意してくださいということで、風は 2.5 メートル、まあ、2メートルぐらいなんですけど、風とこの乾燥というのが組み合わさることによって、非常に危ない状態になるので、うん、火の取り扱い、家で使っている分には絶対大丈夫なんだけど、外で火使うということがあるという時をね、あとタバコとかね、ポイ捨て、うん、こんなのが火種になって家が燃えるみたいな、ね、ことが、うん、本当に起こるんですよ、大変なことがね。だから風と乾燥、これには十分注意してくださいます。よろしくお願いいたします。はい、はい、というわけで、他に注意保険はございません。以上、天気予報のコーナーでした。
コメント読んでまいりたいと思います。紅白の話になってるね。明菜様が出るなら見てやる、見てやる。今年の紅白の、あれも発表していきたいかな、後で。しなくていいか、 NHK じゃないしいやするけどさって。そんなサプライズって あるんだっけ。あ、サプライズって特にないけど、まだ見てない人とか知らない人。あれが出るって言ってなかった？歌、あ、というか歌っていうかあれでしょ、あのアドちゃんでしょ、歌として出るんだっけ。わかんない、多分歌として出るのか、顔出しできないんだもんね、なんだっけ、アドちゃんはね顔出しできないというか、してないんだっけ、だから歌って、一応ライブ歌って、ワンピース あの劇場版のキャラクターに歌ちゃんっていうのがいるんですけど、その歌のライブでは CG だってね、映像越しにやってて、もう映像越しじゃない、モニター越しにね、モニター越しやっていて、それをやるって聞いたときに、あのなんだっけ、知ってるかどうか分かんないけど、スプラトゥーンってゲームがあるじゃないですか。はいはい、スプラトゥーンの、中に出てくるキャラクターたちが、イカをモチーフにしたキャラクターたちが出てくるんだけど、そのキャラクターたちが歌ったり踊ったりするわけ、それをリアルでライブでやってるっていうのがあって、その時はなんかホログラムっぽい CG みたいな、なんか立体的な、立体映像みたいな、はいはい、なんか煙とか大体やってるのかな、すごいかったわけ、びっくりして、で、ワンピースといえばもう国民的アニメ、漫画のワンピースで、歌ちゃんがライブやるって言ったときに、シンガーはアドちゃんでしょ、で、絵も、小田栄一郎。アドちゃんっていうの。そうで、アドって言えないでしょ、アドさんっていうの。アドでいいんじゃない、アドさんって言わないでしょ、知り合いで。アドちゃんでしょ、で、あとは、ワンピースの、なんだっけ、今、小田栄一郎ちゃんでしょ、ここまで来たら、A ちゃんが来たら、もうすごい、今まで見たことない映像効果のやつが見れるのかなと思ったら、意外とモニターだったんだよね。紅白ではほらお金がかかるじゃないですか、もしかしたらホログラムっぽいなんか CG じゃなくて、立体映像みたいな、いや今出るかもとかって思って、いやどうだろうねそういうの先駆者って今までパフュームとかだったけど ね、そうそうそう、そういうもね、パフュームもだって出てるでしょ今回、出るよね、出ないっけ、出るんじゃない、でも出ますね、出ますね、言いました言いました、出ないといけんでしょ、パフュームもだし、だからそのだってみんな気になるじゃん、その歌ちゃんのところ、アニメキャラなのにどうやって出すのって、一つのそこでただのモニター越しって言ったら冷めないVTube みたいなあ、そう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 、なんかだったらって思って、いや他にやりようある、だから立体映像みたいにすればいいじゃん、煙焚いて、そういう技術がもう日本にあるんだから、歌自体が 2D だからな、だからまあまあまあそれをねっていうこと、もう 3D のモデリングができてるわけ、あ本当に歌の、あでそれで実際モーションキャプチャーで、モーションキャプチャーとか言ったらその夢崩れちゃうことも、いやいやモーションキャプチャー別にいいでしょあの中の人がいるっていうのを言ったら、今ほら小学生とか冬休みだから、モーションキャプチャーって何ってなっちゃうか、サンタさんもモーションキャプチャーいやいやサンタさんがモーションキャプチャーって意味わかんない、コメント見ていきたいと思います。カンパスさん、カズワンの船に地元有名スーパーの跡取りが乗っていたんだよね、今年のニュースか、何それカズワンって、沈没しちゃったやつ、あれカズワンっていうんですね、あの沈没船の名前、それに有名スーパーの跡取りが乗っていたっていう、そんなことまでみんな知ってるんだ、これニュースになったの、なった、その沖縄で言えば三栄みたいなところじゃないかな、あそうだったんだ、知らなかったです。ね、あのカンパスさん、本当かわからないけど後継者争いにならないように一人息子だったとか、そんなこと考えるんだ、っていうか分かんないでしょ、それ本当かどうか分かんない、確かに分からないよね、でもまあ、そういう人だとは言われてたね、まあ、あんまりその亡くなった方のね、話で、ないあることないことを別に話したいなと思わないので、それはいいんですけど、そういったニュースもありましたねということでね、まあ、紅白の話からしていきますか。紅白っていうとどちらかっていうとジャニーズ系ではしのちゃんの方が詳しいから、しのちゃんが語ってくれると嬉しいんだけどな、個人情報ですよ、まあ、これなんで個人情報なの、個人情報じゃない、まあ、なんかでもその話せる人が話してくれた方がいいなとか、あとだって話したいのに話せないっていうのもかわいそうじゃないですか僕わかんないからさ、ジャニーズの云々っていうのが、事務所で話したいことじゃないかな、あそうなんだ、どれだったっけ、韓国のやつで NiziU
あ、はいはい、20とか私あの知り合いがすごい好きで20だけは絶対見ろよとか言われるんですけど、うん、僕20のこと全然知らないんですけど、うん、局長は知ってますか20って。あんまり、うん、でも紅白出るから有名なんでしょ。ん紅白出るから有名なんでしょ。あでも、うん、有名でしょ。俺が名前知ってるぐらいですか。うん、あとはヒゲダンとかも初めてかな、そうなんだ。去年出たっけ。あ、うん、そうそうそう、ちょっとカメラは映ってないんでできたらお話聞かせてください。よろしく。あ、嵐は出てないんですか今回。嵐も解散しちゃうんで休止でしょ。あ、休止だ。言葉に気をつけろよ。そういうとこだぞ。嵐ってあれだっけ、なんだっけ、あの誰がいるんだっけ。二宮くんとかだっけ。うん、嵐は誰だっけ、誰がいるんですか。あとね、うん、リーダーとか。リーダーとか名前を言ってくんない。まずそれ時よだ。何そのなんかあの変なイントネーション、うん、リーダーとか。でもリーダーって言わなかった。誰だ、昔の、うん、あのテレビの時でリーダーのとかって言ってた気がするけれど、うん、今回ジャニーズ系は誰が出るんですか、わかります。ストーンズとか。あ、ストーンズだ。あ、ストーンズだ。あとスノーマンも出るかな。シックスストーンズって言うんでしょこれ。違う、シックスストーンズって書いてストーンズって読むんです。マジで、あのそうなんだ。だからローリングストーンズファンが困惑してるよね。あ、そういうストーンズかぶりで、うん、そうなの。困惑する。わかんない、私はローリングストーンズがわかんないんです。すいません。最近なんかめっちゃストーンズ流行ってるじゃんってローリングストーンズファンが思ってたら、うん、全然違うやつらがテレビに出てきてそうそうそう、たりとかするからってこと、うん、あでも意識してるよねきっとね。してるでしょ。あとなんだっけ、聞きたかったのはキンプリだ。キンプリ。あ、キンプリも出るでしょ。うん、らしいですね。キンプリってジャニーズ系なんですか。ジャニーズです。あ、そうなんだ。ただ今5人なんです。もともと6人かな。うん、あ、そうなんだ。そう、もともと3、あのキングとプリンスで3人ずつのグループだったのが合体してキング&プリンスになって。そうだったんだ。で1人がちょっとなんかパニック障害か何かで確か辞めちゃって、ああ、であと 2、3というか、まあ、5人になって、うん、で5人のうち3人は世界に挑戦したいからっていうことで抜けるんですよ。ちょっと待って待って、引き足し算と引き足し算。3足す3が6で1人行って3人なくなったら2人残るってこと。そう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 。え、じゃあもうこれ最後の5人紅白ってことじゃ。そうですね、来年 の、デビュー日いつだったかな、5月ぐらいだったと思うんですけど、5月の何日かにそう、5人での活動を終えて2人で活動するようになる、6月ぐらいから。へー、そうなんだ。どっちが結局残ったの、キングとプリンス、もともとのメンバーで。あ、でもどっちがどっちってのちょっと私もキングどっちがどっちってのわかんないんですけど、平野くんと、うん、平野翔くんと、はい、クロサギ出てる今こと岸優太くんっていう VS 魂に、はいはいはい、VS 嵐の後番組になってる VS 魂っていう番組出てること、はいはい、あと誰だっけな、神宮寺くんだったかな、神宮寺くんか、カイトくんが、うん、やめちゃうんですよ。 でも世界行くんでしょに挑戦したい。へえ、こういう話聞くとさ、うん、初めて興味湧くんだよ。だからそういうバンドについて、うん、なんだっけ、名前がほら出てこない、ゴシップじゃねえか。違う、ゴシップじゃなくてあ、そのバックストーリーよ、うん、だってアーティストってちゃんとそういうのプロデュースするじゃん、うん、カノン姉妹とかさ、あお金持ちの2人を演出してるじゃん、うん、ああいう風にプロデューサーがいてとかバックストーリーがあってっていうのは大事なことじゃん。どこまでガチかわからんやつね。そうで単純に歌うまいとかじゃなくて、阿佐ヶ谷姉妹とかアドちゃんも顔隠してるからミステリアスなみたいなのがあったりとかするじゃん、うん、だからこういうストーリーって大事だと思ってて、各ジャニーズでも何でもね、うん、で分かんなかったから俺、そのキンプリのってで FM お得にがさ、うん、キンプリと一緒にハッシュタグつけてコミュニティ FM なのにトレンドに入ってたじゃん、うん、キンプリ利用したいなって思ってたもういないんだじゃん。来年まではいる。来年の5月ぐらいまでは。うわー、じゃあ来年の5月でまたお得にがトレンド乗るのかなとかね、考えちゃったりとかするわけ。他にジャニーズ系っていうと、これか、関ジャニ。あ、関ジャニさんもね、もともと8人、関ジャニ、なんか無限みたいなやつですよ、ね、そう、関ジャニ無限大。無限大じゃなくて関ジャニ8って言うんですけど、もともと8人だったんですよ。関ジャニ8っていうのは確かに。そしたら今多分4人かな。もうジャニーズ抜けまくってるな。いやでもなんかもう年齢もなんか患者にも多分40手前とかなので。ああ、もうそんなになるんか。そうすごいね、うん、へえ。本当に一番上の人が多分嵐の真ん中と同じぐらい。ああ、そうなんだ。
ジャニーズ系ってみんなもうなんか年齢がどんどん上がっていって、若いジャニーズ系ってどれなの？さっきキンプリとかそういう、うん、キンプリとかストーンズとか、ストーンズとかスノーマンとか、あとなにわ男子とかも出るのかな、ちょっとすいません、なにわ男子出るってよ、あ、じゃあなにわ男子も 初だって、多分なにわ男子とかが20歳前後だと思います。はい、こんなにジャニーズ出るんだ。ジャニーズってでも毎年年越しの時になんか番組やるよね。あ、うん、あのジャニーズカウントダウン、うん、あれどうしたのこれ、紅白出ながら中継してんじゃない？そういうことか。なんかカメラ別のところに行ったりすることもあるよね。いや違うの？頑張って移動したりしてます。そうなんだ。あ、嵐とかは昔のもう、うん、ベスト10とかマジで移動中を中継してたから、うんうんうん、あれは面白かったな。うん、嵐もやってましたよ。へ、嵐はあの紅白の司会やってる時に今東京ドーム向かってますって言ってこの車の中から中継して、なんか見たことあるな。そうやってて、それをなんかこのあ、いや最後の15分ぐらいでやっと着いたみたいな感じになって走っていくやつだ、歌うみたいな。あ、で間に合わなかった、ただ、まあ、今は休止中なのであれなんですけど、例えばだ、うん、メンバーの一人だけがこの紅白の司会やってたら、逆にもう一人は残って4人は移動して、あの紅白が終わったら移動して、でそのいないメンバーのお面とかをみんなでかぶって歌うみたいな。お面かぶる、お面をかぶるんだ。なんだっけな、いつだったか忘れた、二宮さんだと思うんですけど、二宮さんがいっぱいみたいな回があって、うん、あのちょっと気持ち悪かった。リアルなお面なのか、いや普通の髪の面をみんなでかぶって、うん、あのクルセイダーズみたいなやつか、ジュニアの子たちとかもこの一緒にわーってやってくるみたいな。すごいな。これなんだっけ、スノーマン、スノーマン、スノーマンも出るのかな。スノーマンもスノーマン9人いますね。でも結構ジャニーズこんなにいっぱい出てきたら、うん、その番組の方のジャニーズは誰が出るの？なんか、あ、でも多分いっぱいいるのまだ、あれですよね、初めってなんて言うんでしたっけ、大鳥じゃなくて、鳥の逆は、そうそうそう、前半前半に出てる来る子たちは多分終わった、自分の出番が終わったら会場に向かって、あ、本当だ、みんな前半だ、そうそう、だからそういう仕組みなんだ。あ、後半もいるけどそれなんだ。逆にこの、まあ、お兄さんグループ、関ジャニとかみたいなちょっとお兄さんグループとかがもし後半にいるんだったら、うん、すみません、私タイムテーブル見てないんで分かんないんですけど、うんうんうん、出てるんだったら例えばこの NHK の近くの屋上とかから中継したりとかもするし、そう、屋上とかよくテレビで見るよね、なんかあるよね、やるし、あとはなんかこの録画したものとか、うん、へえ、いや、 やっぱ詳しい人がいると話が深くなるわ。すみません、僕とあの局長だったらん、多分そうなんじゃないみたいな感じで、なんかメンバー何人か変わったよねぐらい、うん、で終わるよね。残念ながらメンバー変わるってあんまないんですよ、うん、抜けるはあるけど、そうなんだ、変わるはなくて抜けるはあるんだ。基本的にはあんまりないと思う。今年はどうするの？あ、というかジャニーズ好きからしたら、うん、紅白見るのかジャニーズの番組見るのかどっちなの？うん、でも紅白が終わるのが多分11時45分ぐらいなんですよ、うん、でジャニーズカウントダウンが多分フジテレビ系とかで45分ぐらいから始まるから、そのままですよね。そのまま流れで見れるんだ。見れるんです。あ、なるほどね、ちゃんと考えてあるんだなテレビも。そりゃそうだ。逆にあれですよ、紅白が0時ちょうどまでやって、じゃあ明けましておめでとうとかってやってたら多分カウントダウンがちょっと見れなくなっちゃうから、ね、支障が出る。 NHK の配慮なんだ。いや、わかんないけど。配慮かどうかまでは知らないけど。コメント読みます。自転車の店タオさん、戻ってきたらしのちゃんだとかね、こんにちはとか、たけしさん、久しぶりにしのちゃん登場とかね、コメントありがとうございます、うん、ありがとうございました。じゃあ、またジャニーズ系の質問があったら呼ばせてください。そのまま行ってもいいし、そのまま、ね、私いても、でもなんか話すことない？いや、あるかもよ、ジャニーズ系のニュースが2022年まとめこれから出てくるかもしれないので。いや、私ほらでも基本的に嵐が一番なので。あ、そっか、嵐だから。ざっくりしたことは知ってるけど、うん、細かいことは。いやいや、でも十分今の情報量すごかったけど。だから俺もプロ野球っていうくくりの中の西武にしか興味がなかったりするからね。ああね、そう。でも、いや、って言うけど意外と僕からするとサッカーも何でも知ってるから、そういうのだよね。あんまり知らないって言ってる人ほど結構知ってるやつ。知ってるやんけって思ったりするんだけど。というわけで2022年の、ね、ニュースまとめ、ちょっと見ていきたいなと思います。2022年の1月から皆さんニュース振り返るっていうのはね、今年1年何があったか振り返るってことなんだけど、大体覚えてますかね、1月何があった、2月何があったって。もう1月とか
1年前だからね。そう、もうほぼね、うん、で去年のことと混ざったりするじゃんね。混ざる。よく分かんなくなって、正月何があったかみたいな感じなんですけれども、2022年の出来事を1月からちょっと振り返っていきたいなというふうに思います。ですね、ニュースはですね、1月早速あったのがトンガ海底火山噴火。あ、トンガの噴火ですね、うん、あの時、トンガが噴火して那覇もね、津波が来るのか来ないのか分からないみたいな、うん、で発信が遅れて、うん、で、防災がちょっと問題あるんじゃないかっていう風になって、うん、市議の方々も動いたりとかして、でそのトンガっていうのも、海底火山噴火が起きた時に、うん、振り返ってみると今まで見たことのないぐらい大きな噴火、うん、災害だったっていうことが分かったっていうのがあったんですね。トンガの、噴火、からもう間もなく、だからもう12ヶ月は迎えようとしてるんだけれども、うん、あれから復興がどうなっているのか、どんな支援が行われているのかっていうのを見てみると、復興はまだまだ時間がかかると。あ、すごいやっぱ大変なことで、うん、でその時も言ったけど、東日本大震災、日本が震災に見舞われた後、比率でね一番寄付してくれたのはこのトンガの人たちだったって言ってね、うん、自分の 国の GDP 比だったっけ、うんうんうん、その中で一番こう身を切って、日本のトンガのために寄付してくれたっていうのがあった。だからそのトンガに対しては日本は恩義があるよねっていうことなんだよね、うん、だからそういうのでトンガのことは無視できないっていうのがありました。今そのトンガがね、支援がまだまだ必要ということで、噴火前の状態に戻っているかっていうと、もう本当に全然道のりは長いと、うん、今回はの大噴火はカテゴリー5っていうその最大級の勢力のサイクロンの被害から、ようやく立ち直ろうとしていたトンガはそういう状態だったわけ、うん、サイクロンがあってそこから今ようやく立ち直ってきたぞって思ってたら大噴火が起きたと、うん、サイクロンの後に大噴火ってもうかわいそうすぎるよね、うん、カテゴリー5っていうともう最大級なんですけど、水やさまざまな社会のインフラが破壊され、水産業や農業のインフラも壊滅的な被害を受けました。このため例えば多くの子どもたちが口にしているのは今も輸入された加工食品ばかり、新鮮な食べ物が手に入りません。要はハムとか、うん、ウインナーとかそういった加工食品とかねは食べるけど、サラダとか、果物とかそういったものは食べることはなかなかできないっていう状況なんだよね、うん、でこんなトンガを今困難を乗り越えなければならないっていうところにあって、うん、そのトンガを支援してるっていうのが、まあユニセフとかね寄付募集をしていますので、うん、もし支援される方、支援したいという方はですね、ユニセフなどのこの募金活動にご協力ください、はい。トンガにはそのたくさんの子どもたちもいるしね、サイクロンがあったって僕知らなかったんだけど、サイクロンが あったのにもかかわらず東日本大震災の時に日本のために、支援をくれるっていうのはね、やっぱすごい愛だなって思ったりします。そんなトンガの地震があったのが1月っていうことですね。他にスポーツのニュースでいうと、スポーツ僕詳しくないから局長が分かるのかな、スポーツホンダが初優勝っていうので分かります？ホンダが初優勝、ホンダっていうの車、これ駅伝か。あ、ホンダっていうのはその会社の名前。あで駅伝でホンダ初優勝、うん、ホンダってでっかい会社だけど、うん、駅伝だとそれ初めての優勝だったんだ。あ、そうなんだ、らしいですね、うん、あとは駅伝って言ったらもうスーパーハイテクシューズが流行ったっていう。ああ、そうなんだ。だからみんな同じ靴履いて、うん、みんなピンクなんだよフラミンゴかって思う。局長体操は詳しい？体操あんまりです。体操の内村が現役引退発表したのが、うん、この時でしたね、うん、イケメンの体操選手ですね。かっこいい。現役引退ってことはまだまだできるのに引退ってことですか？そうじゃないかな、うん、もう最後らへんはスペシャリストになってたよね、鉄棒の。あ、そうなんだ、うん、さあ続きまして2月いきたいと思います。2月は何があったかというと、藤井聡太、さんがね、10代初の五冠を取ったのがこの2月でした、うん、今年の2月、藤井聡太さんのこのニュースばっかりだったね。藤井聡太何食ってるとか ね、学校で何してるとかね、で学校辞めるとかね、うん、なんかいろんな藤井聡太ってね。で学校も2ヶ月、あと2ヶ月ぐらい卒業までだったけど辞めてよね、うん、それでなんか藤井聡太さんのおかげで将棋を始めようと思った子とかも結構いたりとかしたんでね。あ、だからその時将棋ブームっていうのがちょっと起きていたっていうのがありましたね。羽生さん以来、うん、そして2月他にもいろんなことがありました、覚えてますか2月何があったか。2月
ウクライナ侵攻ですね、ロシア軍ウクライナ侵攻、うん、2月でした。この時1週間で終わるって言われてたのにね。そうね、うん、すぐ決着、短期決戦で終わるっていう話だったのに、うん、蓋を開けてみればもう12月ですよ、うん、もう2回目の冬を迎えようとしているということでございます、うん、ロシア軍がウクライナ侵攻を始めたのがこの2月の時でした、もうどれぐらい経ったのかなってみんな振り返ってみると、だからまあ、2月からなのでもう10ヶ月と突き過ぎているわけですよ、まあ、この戦争がいつまで続くのか、この戦争によって世界中にいろんな影響がありました ね、燃料も高くなったし、うん、物価高も、生活が、ね、苦しくなるような国も多くなったりとか、うん、日本もその例外ではなく、うん、大変な時代を今迎えています、そしてメダルも、この時北京五輪、日本のメダル過去最多18ということで、北京五輪の冬のね、冬季オリンピック、冬季パラリンピック、今回そのメダルもいっぱい取ったっていうのがありましたね、うん、はい、続きまして3月いきたいと思います。3月はね、その先ほども言いましたけれども、ウクライナの大統領が 国会で演説をしたのが3月でした、うん、この時の演説が、まあ、名演説だったというかね、この演説がなかったら世界の人たちが今みたいに動いていたかというと分かんないね、うんうん、NATO のこともいろいろ言ってたけども、今この国はこういうどういう状況だっていうものあの演説があって、それで、世界中の人たちが動き始めて、あと SNS の利用もうまかったのかなっていうのがありました、うん、そしてあと東日本大震災から11年迎えていたっていうのも今年の3月でしたね、うん、他にもですね、まあ、いろんなニュースがあるんですけれども、どれを読もうかな。スポーツ系が僕はさっぱりわからないんですけど、うん、まあでもオリンピックかパラリンピック、日本勢メダル7個取ったのも今年の3月でした。さあ4月いきたいと思います、はい、その前にコメントちょっと読みるか。マサさん、コメントちょっと読みますね、今年一番気になるニュースはロシアのウクライナ侵攻ですねとか、そうですね、それがどうなっていたかと、これからどうなっていくのかっていうのは本当に気になるというかね、興味ないとは言えないニュースだよねと思います、うん、はい、あと軽石ありましたね、トンガの地震の時にね、うん、軽石問題ね、軽石ね、軽石っていっぱい石がね、砂浜に沖縄に灰色の軽石が、うん、あれをみんなで拾うとかね、大変でしたね、あれいつ終わるんだみたいなのがありましたけど、もう終わってね、もうなくなってますよね、どこ行ったんだろうね、ね。でもあの時はもう魚も食べれない、うん、なんかいろいろ大変でしたよ、大変だったね、料理も出れない、軽石ってあったな、よく思い出させてくれました、コメントありがとうございます、自転車を見せてます、軽石って今年か、今年だからトンガの地震になって、うん、みんなでこう集めるとか言ってね、うん、で集めようとしたらその厚生労働省だったかどこだったかがまだ成分を分析してないから触らないでとか、うん、なんかメルカリで売られてたりとかしてね、普通に海行くとみんな拾って触ったりとかね、でこの軽石をどうにか利用してしようみたいなアイディアとか ね、うん、家の、ね、中に入れちゃおうかとかね、うん、もう無限に出ると思ってたからね、うん、当時はね、うん、全然止まってよかったですねと言われました、うん、さて4月ですね、4月何があったかっていうと、熊本地震から6年経ったのが今年の4月でした。もう6年経ったんだ、驚きだなというふうに思います、そして、海外ではリオのカーニバルが2年ぶりに復活したのも今年でした。で、フランスの大統領がマクロン氏再選したというのも今年ですね、でございます。マクロンがプーチンと本当は仲良くて斜めに入ってたけど全然無理で疲れた顔した写真があったねはい、で、スポーツのニュースでいうと野球ですね、うん、ロッテの佐々木、あ、完全試合か、はい、完全試合、これが行われたと、28年ぶりのとんでもないよ完全試合だと、うん、佐々木なんて読むのこれ知ったの、ロッキー、ロッキーって読むんだ、うん、かっこいい名前だな、でございます。イチローにまた顔が似てんだよなあ、そうなんだ、うん、さて5月いきたいと思います。5月何があったかご存知でしょうか。沖縄の人だったら5月今年はこんなことがあったっていうのは、本土復帰、そう本土復帰、沖縄復帰50年ですね、さすがしのちゃん50年を迎えたっていうのがしれっとまだいるっていうねいや局長答えられなかったと知らないわけじゃないけど、私の誕生日とかすごいあれなことを言うかと思ったけどさすがに違うなと思って沖縄の人だったら沖縄復帰50年をの記念式典が行われましたね、50年ですよ復帰してから、うん、
だから普通にいるんですもんね、60歳70歳の人は復帰前からいるってことでしょ、うん、だからその聞くじゃんね、あの年配の方とかお年寄りの方に復帰前どうだったのとか、うん、復帰する時の切り替えどうだったのとか、うん、道路がね右車線左車線こう公開になるとかね、うん、どういう風にやったのとか、多分日本史上一番事故って、うん、事故があった日で多分それを超えることはないだろうっていう大変な時代だったよね、うん、やっぱ親とかに聞いても給料ドルでもらってたとか、うんうんうん、そういう話でも、ね、面白いよね、うん、あれから50年ってことだからね、うん、50年の間によくそのあの国が変わってるわけじゃんだから、うん、あの国が変わってるっていうか文化も変わってるわけじゃん、うん、すごいよねその激動の50年だったと思うんです。だからいろいろ振り返ってみんなああだこうだって話をしてたのがこの時だったなというふうに思います、そしてですね、世界海外のニュースでは何があったかっていうと、スウェーデンとフィンランドがこの時に NATO 加盟申請をしたと、NATO がねあのウクライナのことを守るのか守らないのかみたいなことをいろいろ騒がれてる中で、うん、ロシアがこれからその攻める攻めないみたいな、うん、他の人たちも巻き込まれるのかみたいな時に、スウェーデンとフィンランドは NATO 加盟っていうのがあったと、うん、これどういう意味かっていうと、だからその NATO に入ることによって守りっていうかね、うん、みんなで守り合おうっていうのが強くなる反面、NATO に入るってだけでそのロシアからのターゲットにされてしまうんじゃないかとか、うん、いろんなことが心配されていたわけだけど、ウクライナが結局それだからね、そうそうそう、うん、でもスウェーデンとフィンランドはそのまま NATO に加盟したということでございました、うん、このタイミングでねっていうのは国の動きって面白いよねというふうに思います。でロシア産の石油禁輸で、合意されたのが EU 首脳会議ということで、ロシア産の石油だから経済制裁だよね、うん、とかそういうのがあったということでございます。他にもですねスポーツ系のニュースでいうと、照ノ富士7回目の、V ということで、うん、大相撲夏場所で照ノ富士が7度目、これ日本人モンゴル人、いやいやモンゴルだよなやっぱな、うん、強いよな本当にモンゴルっていうのはな、まああれでビシバシやってますけどね、あれで社長はあれもうやってないよ対馬でしょそれ、うん、ボストブ対馬、うん、さあ6月何があったかいきたいと思います。先ほど出ましたカズワンの陸揚げ、知床の、観光船事故、すごい悲惨な事故でしたね、うん、この船の、事故がありました。そして、沖縄では戦後77年沖縄慰霊の日というのがありましたね、うん、慰霊の日、あの今年も例外なくそのヤジを飛ばすのか飛ばさないのかとかそういった、ね、話が盛り上がりましたね、うん、こういう時ぐらいヤジ飛ばすのやめろよとか、うん、いやいやヤジ飛ばさずには得られない気持ちも考えろよとか、うん、もうそういう気持ちのね、いろんな気持ちが渦巻く慰霊の日でしたよね、うん、というわけで他にもですね海外のニュースでは、香港返還25年とかね、うん、あったみたいですね、香港返還25年、はい、あとはテニスでいうとナダルが14度目の制覇、うん、全フランステニスっていうことですごいですね。あと DeNA の今永でいいのかな、うん、ノーヒットノーラン、プロ野球ですね、うん、じゃあ東浜も言われるんだな、オリックス山本がノーヒットノーランプロ野球ですね、うんうん、はい、めちゃくちゃ多かったな今年ノーヒットノーランが、うん、多かったんだ、東浜もやってるし、ノーヒットノーランってそんな出るもんじゃないんだ、出ない出ない、うん、そして7月何があったかじゃあ振り返っていきたいと思います。この調子でいくとね、大体いつも読めないんですよね、うん、全部。でも毎年そうだから、うん、あの振り返りニュースって6月か7月ぐらいでいつも止まってて、あの読み切れないから、明日また後半やりますので、とりあえず7月いきたいと思います。もう何？うちじゃないですか。うち。あ、う、あ、ん。そう、那覇の日、FM 那覇開局20周年を迎えたのがこの7月でしたね。うん、20年ですよ。20年。普通の企業ってなんか、てか企業が20年持つっていうのは相当すごいことだよね、うん、大体1年持つ企業、3年持つ企業、5年持つ企業、10年持つ企業ってこうなんか、アンケート統計を取っていくと、うん、もう10年持つだけでも数パーセントなんだよね、うん、ラジオ局 FM 那覇が、20年を迎えたっていうのは相当すごいことだったんだよね、うん、よかったよかったということなのでございます。20年の間に20年前からいるパーソナリティっていうのはね、本当オリジンアワーとオリジンチャンプルとか、オリジンコーポレーションと共に一緒に歩んできた、20年だったっていうことでございますよね、うん、そしてまあ他にもパーソナリティはいるんだけれども、うん、あと20年いるというと、大城熊さんですね、うんうん、あとリスナーもかな、リスナーもね僕と局長、まあ、しのちゃんせいぜいここ数年の話ですから6年か、そうそう、だからそれに比べたら先輩なんだよねリスナーの方が、うん、お前よか
FM 那覇のことを知ってんぞっていう感じなんだから、うん、でもみんな優しいんだよリスナーがね、優しい、あのマウント取ってこないですもんね僕はリスナーにマウント取られたことなくて、うん、みんな優しいなって思っててね、うん、で大城さんも20年いるけれどもね、多くは語らずっていうかね、うん、全然語ってくんないよね20年のことねだから那覇の日にあの振り返ってもらったじゃん、うん、めちゃめちゃ面白かったよね、面白かったよね、うん、あれ続きないんですかってめちゃめちゃ言われるもん、うんうん、ようやってあれ初めてだもんね、20周年で本気で腰上げて、うん、ディレクションしてくれたっていうかディレクターやってくれたっていうか、うん、初めてのトークランチュンビートであんなしっかりしたディレクター、うん、情報くだって大城さんしか知らないから ね、大城くまさんしか知らない情報だったから、あの一応過去のことをその昔のスタッフとかのいろいろ写真とかないのとか、聞くんだけど、うん、ないって言われてすぐね、ないめんどくさいみたいな、うん、ないって言われて、うん、いやいやあるでしょどこかに、うん、写真ちょっとくださいよっつったら、うん、ないないないって探してよって黒歴史じゃないんだからだからさ、うん、消すなよみたいなね、うん、感じなんですけど、だからないんですよ、見てないんですよ僕もその写真を、20年前の写真を、うん、見たのは大城さんがガリガリの写真だけなんですよ、あれが一番びっくりした大城くまさんがガリガリに痩せてる若者の写真だけしか見たことない、だから大城さん多分背中にチャックついてるんじゃないかなあれ本体じゃないんだな、中に本体がいるんだね、あの本物が入ってるかもしれない、うんうん、自転車の店タオさん、しのちゃんに毛が生えた程度、そう僕らはねしのちゃんに毛が生えた程度の、情報量しかないんですよって、そのセリフおかしいでしょ当たってるけど変でしょ、ね、もう全然それぐらいだ、だからしのちゃんが2年とか3年とかって言って、で僕らが、6年とかって言ってもね、うん、もう 小学校で言ったら3年生も6年生も小学生ですからね、うん、全然ですよ、成人 20年は成人だから比べたらね、うん、全然ですよって思うわけです。さあそれは FM 那覇のニュース、はい、7月世界日本ではどんなニュースがあったか覚えてますか。7月ですよ、ああはい、オリンピック、あオリンピック8月、オリンピック8月じゃん、8月か、うん、分かんない、7月はですね、KDDI が全国で通信障害、覚えてますか、通信障害が起きて、あったね、みたいな、うん、大変だみたいなのがあった、沖縄が比率高いんよね、うん、で次その次これが一番大きなニュースでした、安倍元首相が銃撃され死亡、67歳、選挙応援演説中に亡くなられた、7月か、これがすごい大きなニュースでした、僕この日本のニュースで、今年のニュースで一番大きなニュースこれだったと思ってます、うん、もう忘れられもしない7月なんだよね、うん、あの67歳という若さで銃撃され死亡というので、この時に統一教会の問題が出てきたね、日本中ざわめいて、うん、あの統一教会が悪いのか、この殺した人が悪いのか、うん、それとも安倍首相が悪いのかとか、うん、もうなんかいろんな誰が悪いんだみたいな話になって、うん、で統一教会が悪いよねってなったけど、うん、そのこのじゃあ犯人がやったことはいいことなのかとか、うん、なんか変な議論が巻き起こって、うん、みんな複雑な心境になっちゃったよね、うん、なんかどうしたら どこに話を決着つければいいのか、うん、だから、もういろんなあのタレントとか芸能人とかトーク番組とか、うん、もう何喋っていいか分かんないみたいな、うん、あのすごい状態が生まれて、ちょっとでもなんか統一側のそうそうそう夜とめちゃめちゃ叩かれるとかね、うん、とかあったり、逆にその、メディアがね、あの 誰も信用できなくなった、うん、メディアがその統一教会のスポンサーが入ってんじゃないかとか、うん、なんか誰も信用できなくなってきたけど、ね、うん、徐々に、自民党の中にその統一教会から応援を受けてたとか統一教会とのつながりがあったっていうのが徐々に出てきて、今もうはっきりそのこれじゃダメだっていう世論になっていったっていうのがあったね。でも7月当時はもうみんな混乱してたよね、うん、みたいな、僕もどう話せばいいこれって思ったんだよね、うん、どう話すって思ったけど、その統一教会の被害者の方々がいるっていうのは分かるけど、 でも銃殺した人のことを支持する、あ銃で撃った人のことを支持するわけにもいけないじゃんね、うん、だからいやこの嫌な、なんだこのニュースとか、なんだこの今の日本の状況はっていうのと、あと僕は、安倍首相のことあんまり好きじゃなかったけど、正直ね、うん、いろんな気持ちを持ってる人はいると思うけど、でも好きじゃないとか好きとか言ったって殺されるなんてことは僕はもうすごい悲しかったわけ、うん、そんなことが起きたら起きるわけないって思ってたから、日本でだよ、日本で 銃撃って
元首相を撃つっていうことが起きたこと自体がもう衝撃だったわけ、うん、ショックだったね。ショックだった。もうずっとなんかね、心が重くて胸が重くてね、嫌な気持ちになって、うん、そこまで憎んでないよって思ったわけ。そこまで、うん、嫌いとか好きじゃないとかさ、人には好き嫌いがあるかもしれないけど、うん、誰もすっきりしないこんな終わり方って思ったんだよね。それがあったのは7月か、うん、かといってこの事件がなかったら統一教会の問題って表に出てきたのかなっていうと、なんか潰されてたんだろうなと思うよね、うん、すごい難しいなと思ったわけ、うん、この何が難しい、この民主主義ので2022の日本でそれを認めるっていうことするのみたいな、うんね、で今は誰もその話はしないよね、うん、したらなんかまずそうだもんね、うん、この議論はもうなかったことにしようみたいな、そういうのもありかもなって思ったりするわけ。あの話しても答え出ないことだしね、うん、で8月何があったか、この時に統一教会問題底なしの様相ということで、もう調べても調べても闇が出てくるみたいな、うん、どん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 出てくる、どうすんのどうすんのこれみたいな、であのお葬式やるのやらないのみたいな、うん、国葬だよ国葬でやるのやらないの、うん、みたいなとか、もういろんなことがあって、国葬をやるってでお金めちゃくちゃかけるって言った時に、反対の人賛成の人っていっぱい出てきて支持率も結構落ちたよね、うん、ガグッと落ちたりとかして、そんなことがいろいろあったのもこの時でした。さあ、まあ、7月8月までも話したけれども、これは前半戦ということで、今日は、2020年のニュースを振り返ろうその前半ということでね、明日後半やって、皆さんとのね、コミュニケーションというかラジオコミュニケーションをそれなりに取った後、年末の年末の年越し放送に向けて準備して、また最後の31日で会いましょうというのが今年の最後のスケジュールです。本当はみんなに感謝のね、プレゼントとか、しのちゃんが去年だったっけ、しのちゃんのアイデアでお菓子配ったりとかさ、うん、あのパーソナリティにやったりとかすごくいいなって思ってて、うん、あとなんかリスナーの人たちにもさ、なんかお礼とかさ、うん、なんかあれじゃん、ラジオの関係だけど、うん、だから、うん、そうだけど普通にいいなって思ったらなんかいいことしてあげたいじゃん、うん、でも何にもなくなんか1年終わってってなるのもね悲しいし、まあ、あの交流会とかそういうのが開催できればよかったけど、コロナでできないし、うん、だからせめて何かねラジオでみんなとこう語り合えたらいいなというふうに思ったりもしています。で31日はまたそのお話もしつつ、テレビ見る31日見ないよね31日テレビ見ながらやるの、 何やんの、ライ、ね、毎回いつも思うけど、ね、紅白見ながらやるのあの何どうやるんだろうね、キンプリ見ながら去年何やったのかちょっと参考にしながらだね、うん、はい、というわけで、時刻は12時54分、最後に今日の給食なんだろうなのコーナーだけやって終わりたいと思います。今日あるの、あ、ないや、じゃあ今日の昨日の僕の晩飯なんだろうなに行きましょうか昨日の僕の晩飯なんだろうな麻婆豆腐はい、曲紹どうぞ、うん、ね、余ったチキン、おうおう、リアルだな、うん、余ったチキン。昨日はね、教会に6時までクリスマス会があってね、うん、でクリスマス会が終わった後食事の何の準備もしなかったわけですよね、うん、てっきりそのクリスマス会で食事が取れると思ってたんですよ、うん、そしたらコロナでねそれなしってことになってて、うん、でどうしようと思ってて、うん、外食に行こうとしたんですね、うん、外食に行きました。さあ何でしょうしゃぶしゃぶ、はま寿司。お、正解すごい、なんで分かった、はま寿司。僕スシロー派って言ってるじゃん、なんではま寿司だって分かったの。知らん、昨日すごかったよ、6時に終わって、うんうん、何も食事準備しなかったから、うん、しょうがない外食行こうって言って、うん、近くのお店どこ回っても40組待ちとかって言われて、うん、で 6時の時点でだよ、うん、でもうしょうがないから焼肉屋さんだったらなんか空いてる感じがしたから、うん、駐車場もガラだったから、うんうん、アンガンはいっぱいだった、うん、で焼肉キングがすごい空いてたわけ、うん、キングちょっと高めだけど行くかとかっつってね、うん、家族5人ともなると相当金かかるからさ、うん、でももうクリスマスだし行こうと思って行ったら、店員さんがね、駐車場もガラガラだし中も空いてるのに、うん、もうこれから予約が来るので、9時半からのご案内だったらできますとかって言われて、うん、6時の時点で9時半って言ったらもう相当遅いじゃん、うん、でもう全部の店、はま寿司もくら寿司も全部探したわけど、うん、全部40組以上待ちだったわけ、うん、でもしかしたら空いてるはま寿司あるんじゃないって思って、うん、調べてたら本当に空いてるはま寿司があってあ、じゃあ古島ではないんだじゃない、ちょっと遠いおろくの、なぜか空いてるはま寿司行ってなぜか空いてるはま寿司で食べてきた。うるくんちは
はま寿司じゃないんだ知らないなんでそこだけ空いてたんだろうなとか思って、うん、はい、というわけで皆さんもねクリスマスどんなごちそう食べたんだろうね、いろんなものを食べたと思うんですが、年末年始はねいろいろ金がかかる時期でございますし、あのいろんなものをいっぱい食べてお腹も痛くなる、ね、芋を持たれる時期でございますから皆さん、健康に十分気を使ってですね、年末年始をお過ごしいただければというふうに思います。明日で最後の放送になっておりますので、明日で最後というのはトークランチョンビートがね、明日で最後の放送、31日は一応特番という体なので、明日の放送もでまた、お会いして、今年の放送の終わりとしたいと思います。今日も放送聞いていただきましてありがとうございました。本日のお相手は私奈良蓮とセバスチャンとシーノでした。バイバイ、またね。